俺はもう諦めたんですよ。言うなよそういうこと。彼を諦めたんです。言うなってそういうこと。あかんねん。お前が諦めたら、はい、もうあいつは死ぬねん。いやそう俺はね、思ってたんです、うん、そのなんでだから一緒にやろうとは思ってましたけど。言うてたよね。俺が捨てたらあかんのですよと、はい、向き合ってちゃんとね、はい、あんなダメなやつですけどネタもこのために作って、はい、ちゃんと俺が向き合ったやつやらなあかんのですよ。俺に言うてたやん。言うてました、うん、はい、それ1年経ったらもう捨てれんの。もうね、うん、ムカつくんすよ。言うたもうはっきり言うた。今お前はっきり言うたな。井上が復帰してから、うん、井上がこれを何回やれば、うん、アウトっていうのが、うん、その野球のスリーアウトじゃないけど、はい、10個ずつぐらい山があって、うん、例えばあの漫才登場時に、うん、こう後ろでこう腕組みながら出ていく癖がある。何その亀仙人みたいな方。いやそうなんですよ、うん、亀仙人みたいな入り方をするのとかも前々からそれ癖があって、うん、俺もそれやめろと、はいはい、それも結構全部注意したんですよ、うん、こういう出方とかもやめて、はい、ネタ中にこれとかもあって、うん、はい、で10個ぐらい山を作ったんですけど、うん、それがね、まあ、トーナメント表みたいになってるってことでしょ。はいはい、はい、もう8個ぐらい潰れてるんですよ。えあと2個ぐらい。あと2個ぐらいです。2個ももうだいぶリーチぐらいになってるんですよ。マジで、はいはい、あの人、うん、なんやろうな、なんなんやろうな。そうなんですよね。あの人、ね、うん、何をどっから言うって。だからお前言い過ぎなんちゃ。1個にしたらなあかんのじゃ。10年俺が1個ずつを処理していく。1年1個、もう1年1個。え、俺なんか罪犯したの。お前罪犯してるよ。俺犯してる。犯してる。お前井上と組んだっていう罪犯してるからな。もう最悪やん、うん、マジっすか。こんなもんお前井上と組んねんかったらこんなことなってへんねんから。井上のおかんと同じこと言いますやん。あいつのおかんそんなん言うの。俺は定期的に井上のね、おかんの家行くんですよ。喋んねや。喋るんですよ、あの子供とかも連れてったりして、ね、で最初はこうね、あの井上のおかんは俺の孫とかをこう、あ、俺のお前の孫、ね、もう孫できたたまに。早いね。この間双子生まれた。俺のこうね、孫みたいにこう、あ、やってくれる。そうそう、こうやってくれる。かわいいね。最初はこうやってくれてるんですけど、うん、だんだんもう、うん、どうなんゆうすけは大丈夫なんつって、うん、まあ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 ね、一応まあまあそれなりに頑張ってますけどね。おかんに言われへんもんな。そうそう、タクシー乗るとき今度落としやがったんですよとか言われへんもんな。言われそんなことおかんには言われへんもんな、そうなんですよ、うん、うーってなったらどん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 もうお母さんの方がテンション上がってって、うん、ほんまあいつあかんやつやろ、でもなんで来んだつって、うん、もう解散したらええねん。私やったら絶対解散するけどな、うん、やめときやほんま。なんでゆうすけ選んだ。私だから言ったやろ、早い目に1年目の時言ったやろ、早く解散しって言ったやろ、なんで続けてんの。そらこんなことなるわ。